皆さんこんにちは、池さんです。今日はですね、湯沢で実現できる最強ワーケーションルーティンをねご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはエンジェルグランディア越後中里っていうねリゾートマンションです。でちょっと特徴的なのはリゾートマンションなんですけども、ホテルの機能もついているリゾートマンションなんですね。なのでご覧いただいた通り、スノーボードで遊びに泊まりに来られる方もいらっしゃいますし、そしてリゾートマンションとして、持っているオーナーさんたちもたくさん利用しているっていう場所なんですけども、ここのお部屋を使ってワーケーションができるプランがあるので、今日はねそれをご紹介したいと思います。行ってみましょう。さあ、エンジェルグランディア越後中里はですね、この湯沢駅から無料シャトルバス使って、行くことができるんですね。そのバス停まで紹介しましょう。行ってみましょう。さあ、ここがエンジェルグランディア行きのシャトルバスの乗り場です。ここからねバスに乗ってエンジェルグランディアの方に行ってください。このようにホテルのフロントが併設しているので、24時間スタッフが常駐してくれているっていうのが一つ大きな特徴です。リゾートマンションのロビーに入ったらすぐコンビニがあるんですね。このコンビニ朝の7時から夜23時までオープンしています。コンビニがね、自分が住んでるリゾマンの1階にあるってすげー便利です。チェケラ。じゃあ早速ね、はい、お部屋の方をご紹介したいと思います。和室タイプと洋室タイプ2種類用意されているそうなんですけども、今日は洋室タイプを見せてもらえるということなので、早速行ってみましょう。楽しみ。Here we go。はい、こちらのお部屋です。妻。オープン。すごい。明るい。今日ね見せてもらうお部屋はゲレンデ側のお部屋です、はい。行ってみましょうか。すごいホテルみたい。ソファーがあって、ツインベッド2名で宿泊できる部屋ですね。そうですね。あ、でも十分広いね。ここにほら荷物も置けるし。はい。でお部屋の中でもここね、このソファーテーブル使って十分作業できる。うん、二人並んでこう。お仕事できる、うん、まず部屋の中でもお仕事できますね。ここは Wi-Fi が飛んでるんですか？ Wi-Fi 飛んでます。さらに各部屋に LAN ケーブルのポートが来てるので、ちゃんと LAN ケーブルからインターネットを取って作業するっていうこともできるそうですよ。ちょっとじゃあ窓からの景色どんな感じか見てみましょう。せーの、オープン。てってれどう？おお、エンジェルグランディア越後中里は、目の前がね中里スノーウッドスキー場っていうスキー場と併設しているリゾートマンションなので、うん、もう目の前がねスキー場なんです。そしてなんとね隣の中里スキー場がもうねすぐ隣接しているので、このマンションの下から歩いてもアクセスできちゃうんだね。そうだね。隣の中里スキー場まで行けちゃいます。妻ね、はい、まあそもそもこういうロケーション、こういう景色の中でお仕事ができるわけですよ、これ。さて妻、このお部屋ですけども、ウィークリープランとそれからマンスリープランっていうのを用意してあります。お値段の方がこちらです。ダン。こんな感じでね。ウィークリーの方、それからマンスリーの料金設定も用意しているので、長期で滞在した場合は非常にリーズナブルにここを泊まって、そしてワーケーションの部屋として使ってもらえるということなので、長期滞在することも考えられたお部屋になってます。なので、お部屋の中には電子レンジがあったりですね、キッチンあります。自炊される方のために、まあリゾートマンションなので基本的には生活ができるような設備になってます。まあ、お湯沸かしたりとかちょっとした調理ぐらいはできるキッチンも用意されてます。まあ当然ですけど手ぶらで来てもまあある程度日常生活を送れるような仕様にはなってるということだそうです。で当然お部屋にユニットバスね、お風呂もありますので、サクッとシャワーを浴びたりっていうのも
できちゃう。そうですよ、妻。あとこれ、女性に嬉しい。なんでしょう。ドライヤー。意外と持ってくるとかさばるけど。あ、確かに。ね。常備してあると助かる。あとこういうアメニティも全部あるから、うん、結構この辺は手ぶらでいいかも。そうなんです。リゾートマンションでありながら、うん、最初にも紹介したんですけど、ホテル機能を持っているので、うん、そもそもね、ホテルと同等のサービスが受けられるっていうのも、このワーケーションできるリゾートマンションエンゼルグランディアのちょっと大きな特徴かなと、うん、今回は湯沢は最強ワーケーションプランってことで、どうよ妻。いや、すごいホテルみたいだし、このロケーションで仕事できるのって贅沢だよね。そうだね。やっぱり何よりもね、こういう景色を眺めながらお仕事ができるっていうことが、ワーケーションのまあ一番の醍醐味というかね、楽しみ方の一つだと思うので、冬もそれからグリーンシーズンも当然使えますので、うん、俺はユーザーでワーケーションするならここ、はい、いいですね。おすすめです。妻、はい、ここリゾートマンションなんですよ、うんうん、なので、うん、販売物件もねあるのね。へえ、興味ある でしょ、うん、なのでまずね、今販売されているお部屋内覧してみましょうか。イエーイ、行ってみましょう。お客様、こちらがモデルルームとなっております。どうぞ。お部屋の間取りは 1K ですね。うんうんうん、はい、どうぞご覧ください。素敵インテリア。こちらの部屋はもうリフォーム済みの部屋なので、大きさ、部屋の間取りとしてまず参考に見てもらいたいです。この部屋ですね、高速道路側ですね、関越道路側に向いているので、さっきの部屋とは逆サイドになります。ここからの景色、うわいいね。いいね、谷川まで見えちゃうよ。本当だ、山の眺望が素晴らしい。そして正面に関越道路見えると思うんですけど、はい、これね、夜になるとロマンティックな絵になるんですよ。このカーブが多分きっといい感じになるんだろうね。そうね。で、あのテールランプが流れていくみたいなね。そう5回ブレーキを踏むわけですよ。危ないよ、高速道路で。危ないよ。危ないよ。まあ、こういう眺望の中で、そしてこれ、こんな感じでね、デスクをセットすると、この眺めを見ながらコーヒーをしたりよ、読書をしたり、タブレットでね、お仕事なんかをしてみたり、そういうライフスタイルを実現できるお部屋となっております。絵になるね。すごくいいね、うん、こちらの部屋 1K ですね。1畳から12畳ぐらいの広さの部屋かな、メインの部屋。そしてですね、こちらチェケラ、こちらクローゼット、2段ベッドとなっているそうなので、ちっちゃなお子様はね、上下で寝ることもできますし、まあ、下は、クローゼットというかね、物置として使って2段目をベッドとしても使えるので、小さなお子さんがいたりとかね。でこちら、ここあの洋服をかけられるタイプのアウターとか、うん、クローゼットになってます。うんうんうん、まあ、十分そのリゾートマンションとしての利用としては十分な収納スペース、うん、それから生活スペース、それとキッチンスペースとね、揃ってるんじゃないかなと思います。こちらの間取りのお部屋で、大体価格がね、300万円台だそうです。おプラス、これも完全にフルリフォームされているので、うん、まあ、このような感じでリフォームされるとプラスアルファになりますので、うんうん、その辺はお問い合わせくださいということでした。要検討チェックだというわけで、こちらね、リゾートマンションなので、こういった物件も販売しているので、ぜひ興味ある方は見に来てみるといいと思います。そして当然ここ、リゾートマンションなので、このリゾートマンションの中にあるさまざまな施設っていうのも利用できるんですね。ワーケーションで来られた方、リゾートマンションとして所有される方が全員が使える、共有施設ありますので、これから紹介してみたいと思います。 Here we go。 妻、はい、こちらはバイキングレストランです。このレストランは朝7時から10時まで、それから夜はね、5時から9時ぐらいまでやってるそうですね。さあ、このレストランバイキングスタイルなので、約ね50種類ぐらいのメニュー食べ放題だそうです。美味しそう、はい、
この中でテーブルでの食事でもいいし、それからお部屋に持って帰ることもできるので、お部屋でゆっくり食べながらお仕事もしながらみたいな、そういうふうにもね利用できるそうですよ。温泉大浴場、温泉入れるんですって毎日ね。え、素敵。露天風呂もあるんですって奥様。24時間やってるらしいです。24時間入れるの、うん、あ、素敵。スポーツジム、お仕事終わったらここでトレーニングして一汗かくなんていうのもできるわけですよ。いろんなねマシンあるので、結構本格的にちゃんとしたトレーニングできるスポーツジム用意されてます。さらにこちらです。こちら、うわー、すごいプールだ。プールですよ妻。結構大きいプール、温水プールね、広い、うん、これも1年間入れるので、リゾートマンションって感じ。ワーケーションとしてね、当然洗濯が必要になりますね、はい、もちろんこのリゾマンの中に広いコインランドリーありますので、洗濯物も困りません。大型の乾燥機もたくさん揃ってます。ここはラウンジスペース、このスペースを利用してお仕事することもできるそうです。エンジェルグランディアはシャトルバスがね一日中出てます。30分おきにこのホテル前から出てるんですけど、この次にご紹介するコワーキングスペースまでこのシャトルバス使って行けるんですね。早速僕そのバス乗って移動したいと思います。早速乗ってみましょう。出発。さあ見えてきました。このエンゼルのシャトルバスを利用して向かう先はあそこです。コワーキングスペース、暖炉の家です。さあ到着しました。ここがコワーキングスペース、暖炉の家です。早速中行ってみたいと思います。はい、妻と合流しました、はい、行ってみましょうか。ドアどうやって開けるのこれ。ここはまず事前に予約して、うん、アプリをダウンロードして、はい、そのキーで開けたいと思います。はい、開けましたね、はい、入ってみましょうか。まず正面に暖炉ありましたね。なんかちょっといい空間。もともとはねレストランだったんだよね、ここ。そこをねコワーキングスペースとしてリニューアルされたそうです、はい、うん、じゃあね早速中入ってみましょうか。はい、おーい、店内はねこういう風になってます。うわ、すごい広いね、うん、早速中行ってみましょうか。はい、もともとねレストランだったってこともあって、テーブルとかもねその当時の面影が残る感じですが、コンセント類もね充実。もちろんですけどフリー Wi-Fi 使えます。目の前にあの魚野川っていう川が流れてますので、川を眺めながらお仕事ができる空間が広がっております。窓がねすごく大きくて開放感が半端ないですね。おや？なんだこれは。リラックススペースということで、ハンモックだって。本を読んだり疲れた時の休憩にご利用くださいだって。このハンモックスタイルが3つぶら下がってます。本を読んでもよし、休憩してもよし、もちろん中でパソコン作業してもよし。奥にはもう一部屋、ソファー席もあるお部屋ですね。これミーティングなんかに使ったりするといいのかもしれないね。いい雰囲気だね、うん、でね妻、ここは飲食の持ち込みが自由なので、うん、なんでねランチとかお弁当買ってきて食べながらお仕事をするなんてことも OK だそうですよ。さあではね、こちらのスタッフの方にこれだけ出演していただいて、ここのスペースをご紹介いただきたいと思います。ここはいつからコワーキングスペースになったんでしょうか。はい、今年の2月から、コワーキングスペースとして営業しております。ここの、特徴、はい、なんか一つあれば教えてください。そうですね、見渡す限り、まあ、自然といいますか、うん、川もありますし山も見えますし、この自然の中で仕事ができるというところが、まあ、グリーンというところですね。落ち着いた雰囲気の中で仕事ができるというのも提供できるかなと。ぜひね、はい、たくさんの人に、ね、利用してもらえたら嬉しいなと思います。
暖炉の家でした。さて、暖炉の家から駅に向かうのもエンジェルの無料シャトルバスを使って越後湯沢駅に行きたいと思います。お願いします。越後湯沢駅見えてきました。越後湯沢駅到着、ありがとうございました。さて、いかがでしたでしょうか。今回紹介した越後湯沢最強ワーケーションルーティーンということで、リゾートマンションのエンジェルグランディア越後中里を使ったワーケーション楽しんでみてください。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 and permed.